金石水環境、金石水環境の一金石水環境は、埼玉県秩父郡長泥町井戸と道本の神の間で、荒川に架かる、長泥町道幹線26号の橋である。金石水環境は、地元の児童が書いた作文をもとに1978年、寄港、1981年、竣工した橋で、荒川河口から 107.8km の地点に、 かけられている。橋町157.50メートル、総福三3.20メートル、有効福二2.0メートル、最大島町52.5メートルの3景観光、連続箱木た橋である。四の割は52.1メートル、52.5メートル、52.1メートルで、中央景観がやや長くなっている。橋の高さは、 荒川の水面から18.0メートルである。みなの、長泥水道企業団が橋を管理している。長泥町の荒川を隔てた東部と西部を結ぶ橋の一つで地域住民の生活道路のほか、長泥観光にも利用される橋でもあり、町内では人が渡れる橋としては最も上流側に位置している。下流側に埼玉県道287号長泥小玉線の 高砂橋がある。また、金石水環境という名が示す通り、付帯設備として、井戸川より、本野上川へ、水道水を送る、内径3 5 0ト、mm、ルの水道本館を、下流側に併設し、荒川を横断する水道橋の役割も、持ち合わせている。両岸ともかし断球になっていて、荒川の低水路と断丘崖上の断丘面の高低差が大きいため、 勾配を延々と登るようなアプローチ区間を設けることなく、右岸側と左岸側を直接結んでいる。橋面は緩いアーチ状の縦断曲線を持つため両岸側より中央部がやや高くなっている。歩行者及び自転車専用の橋で橋の両爪めに車止めが設置されている。また、東橋に関する石碑や詳細なデータを記した説明板が設置されている。 ミナノの大浜の渡し、金石の渡し同様の栗船を運航していた。仮橋の仮設作業金石の渡し跡。橋が開通する以前は、金石の渡しと呼ばれる、秩父軍本野上村下付と、同井戸村中郷金石を結ぶ村道に属し、船一層を有する施設の渡船場であった。渡船場の場所は、現在の金石水環境のやや上流側にあり、 約200年前である1790年頃より、都船場の運営が行われ、荒川水系に数多く存在した都船場の中で最後まで残っていた都船場であった。使用された船は、付近の荒川の流速が速いため、両岸に都船系流鉄線と栗綱を張り、その鉄線に滑車を取り付けて、綱で船に結び、栗綱を船頭が手でくることで対岸島を行き来する。 栗船である。定員は20名ほどで人のほか、自転車や牛馬の乗船もできた。都船上を通過する荒川優船に支障しないように、するために、鉄船は高めに張られた。上流より、荒川優船の船が都船上に差し掛かる場合は、優船の方を優先するため都船の運行は抑止され、優船の船が通過するのを待った。荒川優船にとって、 土線上の鉄線やクリズナは障害物で、船頭は竿を操ってクリズナを押し上げながら通過したが、船に引っ掛けて切ってしまうこともあった。大雨やダムの放流などによる荒川の増水で、土船の運行が危険な時は、井戸地区により船上げを行い、船頭小屋も同時に安全な場所に移動され、鉄線は、シャチ台で巻き上げた。この作業は、夜間の危険の多い中であっても行われた。 都線が運休で利用できないときはオラクが、できるまでは、ミナノの親派の橋まで迂回しなければならなかった。都線の利用は、付近の製紙工場や、織物工場への交通手段や、燃料の焚木やぼや、織物の材料の繭などの物資の運搬で賑わって、いたが、晩年は主に付近の小学校へ通う児童の通学路として機能していた。百二十六年までは専属の船道が、 都線の運営を務めていたが、それ以降の先導版は村人の輪番制で、井戸地区の神里、中郷、及び、フープの住民が都線を朝6時から午後6時までの時間帯で運営する様になった。都線料は住民は無料であったが、都市数かり国と称して、白鳥、野上地域の住民より、麦米などの穀物を徴収したほか、樋口、城長泥の地域より、 おぼしめしと称した少額の寄付金を集めていた。住民以外の利用は一人2銭、自転車は5銭を徴収した。また、先導小屋は井戸川に所在し、先導専用の高地もそこに併設され、そこで工作もしていた。先導小屋は1926年頃まで駄菓子などの売店でもあった。冬場の減水期である11月下旬から3月上旬までは、 土線の運行が困難なため、丸太や藤鶴を用いた木組みの長さ15件幅4尺の砂利や砂を端面に持った土橋の仮橋を地域の林板で仮設していた。仮橋の仮設及び撤去は井戸川で6分、野上川で4分と作業量を決められていた。井戸川では、上里、中郷に下郷の地区も加わり、林板で作業し、フープ地区は仮橋の仮設に必要な 橋材を提供した。また、野上側では、下もつ宿、中宿、下宿地区がり番で作業した。大正時代までは、現在の水管橋の位置に、牛や馬も通れる、本格的な土橋を3日かけてかけていたが、昭和時代は、都線上の位置へ変更されて、土橋は止め、半日もあれば仕上がる橋面に板を渡した板橋に、簡素化された。また、 橋材を組むための藤鶴は針金に変わった。この仮橋は冬場でも突然の増水により急遽撤去し年に回かけた年もあった。1951年頃都線が野上町道51号に編入され町営化されたことにより都線の運営は野上町の町費により賄われたため都線量は無料化された。使用する船は交通需要に応じて 定員10名になり、乗船は人及び自転車に限定された。都船の要因は引き続き井戸、ど、フープ地区の住民に委任された。昭和40年代以降は午前7時から午後5時までの運行となり、仮橋の仮設は住民から特定の作業者をあらかじめ決めて委託した。1975年に上流の砂利採取に起因する川床低下に伴い、 川底が岩盤化したことにより橋食いを打ち込むことができなくなったことから、当期の仮橋は廃止され、都線の運行が学期末まで延長されるようになり、それ以降は翌年3月末の都線始めまで都線の運行が不能な場合と同様に下流の高砂橋へ迂回した。荒川において最後の都線上であった金石の私は、1981年に、 下流側に、金石水管橋が開通したことにより惜しまれつつ、廃止され、荒川周運の長い歴史に終止符が打たれた。都船場小屋の基礎や鉄線を巻き上げる車地台が、残されているほか、両岸にある都船場への道も現存している。また、水神宮が、両岸に、それぞれ一気、1990年3月井戸、上里地区により設立された、金石の私の記念碑が、 右岸側に所在する。金石都線の状況晩年の金石都線の状況は、下表の通りである。橋の構想は、白鳥村より、昭和橋として1928年にはあった模様で、都線上の地点より200メートル上流側の位置に、長さ33件、幅9尺の橋を仮設する計画で、請願書が11月10日に提出されたが、 この西岸書による橋の仮設は実現されなかった。1955年5月下旬両岸より、張られていた船を釣る鉄線が突然切れ、児童を乗せた船が長トロの急流に流される事故が発生した。コントロールを失った船は乗り合わせた人の適切な指示により転覆することなく、下流に流され、船は下流の大きく、右へ曲流する箇所の大風にある、 タッポの岩と呼ばれる岩にぶつかって引っかかり、騒ぎを聞きつけた近所の人々により岩に引き寄せられ、人的被害を出すことなくことなきを得た。鉄線はより太いものに交換されたが、この事故は地域に衝撃をもたらし、橋の仮設を望む声を大きくした。また、この事故により井戸川に新たに水人費が設立された。1971年に、 都船上の金傍の蓬来島周辺に県の公共施設である老人母子保養施設白鳥層が建設され、人の往来が盛んになり、それに伴う橋仮設の期待が持たれたが、橋の仮設には至らなかった。1973年井戸地区より都船を利用して、小学校に通っていた児童の一人が、学級会で環境も大切だが危険な渡し船を廃止して、 安全な橋を架けてくださいと佳境を要望し、担任の指導で当時の畑は埼玉県知事に手紙を送った。1ヶ月後に学校に知事より手紙が届き、学級の一堂が驚いた。知事の回答は、あの場所は長泥渓谷と呼ばれる国の天然記念物であり、むやみに橋を仮設することは自然環境を破壊してしまうので現状では難しいというものであった。 翌年である1974年の埼玉県主催の環境習慣記念作文の募集があり、その児童は教師の指導のもと、都選の体験談などを書き綴った私船と環境保全という題名の作文を応募し、審査の結果最優秀作品である県知事賞を受賞し、後の会合である環境習慣記念の集いの場で表彰式が行われ、 県知事などの同席のもと、作文が朗読された。この作文は県を動かし、警官を損なうことなく橋の仮設はできない課長さ、検討が県文化財保護室により行われるようになり、このことは朝日新聞などの当時のマスコミの注目を集めた。一方、現地でも同じ年に、井戸、フープ、本野上地区を中心とした、金石橋建設促進規制同盟会が結成され、 町及び県に陳情書を提出するなどして、橋の早期建設を求めた。その後、の長泥水道企業団による荒川を横断する、上水道の安定供給を図るための送水管を建設する水管橋構想が浮上した。1976年に、具体的な検討に着手し、用地買収における地主との交渉のほか、 行政管理庁長官に陳情書を提出した。陳情書に記されていた橋の原案はアーチ橋であったが、文化庁の指示で桁橋に修正され、名称長泥の現状変更の許可が長官よりおり、県からの橋梁の図色についての指示や、河川保全区域内工作物の新築許可など、様々なハードルをクリアして1978年へ急遽の着工認可が下り、 1928年の昭和橋計画から実に50年後に200メートル下流側の位置に水管橋に形を変えて実現の運びとなった。橋の施向は荒川ライン下りが運行終了するのを待って1978年11月に着工し、下部である橋脚の建設に着手した。橋の施向は川田工業が担当した。現場の地質は 長ロ特有の硬い岩盤なため技術的には特に難しい工事とは言えなかった。橋は着工から2年4ヶ月後の1981年3月、竣工され、5月に橋が開通し地元小学校の児童たちによる渡り染めのパレードが行われた。橋の照明塔は竣工当時は高乱照明が設置されていたが、老朽化により後に撤去され、代わりに、 上流側の高欄に照明柱を建てた道路照明灯に交換されている。また、町長より水管橋に、車道橋を併設する提案が出されたことがあった。1990年3月に平成に元号が改元されたのを記念して、その記念事業として、都線の偉業を後世に伝えるべく、井戸、風俗地区により、金井市の私の記念碑が、都線小屋の跡地に設立された。 碑文には、土線の歴史や、その運営、水環境の仮説について記されている。また、1990年度に劣化した橋桁の塗装工事を実施した。2009年下境から27年が経過し、橋面の舗装工事を実施した。また、橋の定期点検を実施し、長寿命化修繕計画を策定して、長寿命化対策工事を実施し、橋桁、降乱。 照明灯の改修工事を行った。2010年、金石水環境の塗装の塗り替えが実施された。金石水環境より下流方向を望む。橋の周囲は1924年に国の名称及び天然記念物に指定された長泥渓谷で埼玉県立長泥玉、ヨド自然公園の第一種特別地域の区域に位置している。橋は南側編成体で、 岩肌が目立ち、体積眼球地形も見られる。端付近の地質は緑色変岩のほか赤鉄変岩や黒色変顔も見られる。その岩の地層には、鉱脈があり鉄鉱や王道鉱や自然道を含んだ10センチメートルほどの層が存在し、鉱石採掘跡,跡の穴が見られる。金石の名の由来は、この和道産室の様子からと言われている。 付近で放散中の化石が発見されていることから、ジュラキの地層と考えられている。橋の西詰めの通りは、北桜通りと呼ばれ、沿線に約600本の桜が植樹され、桜のトンネルを作り出している。また、橋周辺は、長泥における紅葉の名所の一つである。ありがとうございます。